した主人公？わーコナミ、なにこれ、え、オープニングムービーやんの？マジ？わーわー、かっこいい。あ、これもうみんな出てくるのかな、オープニングムービーで。うおー、ときめきメモリアル、ガールズサイド、フォースハート、楽しみえ、すげえ、あららららら、あ、出てくるんだみんな。おお、あ、なにかわいい、あ、かわいいかわいい、あ、すごい、なんか勉強キャラかなこの子。おお、かっこいいね。モデルさん、モデルさんだね、 99%。 おお、舞台の人かな。わあ、綺麗。あ、サーファー出てきた。サーファー一瞬だな。あ、すごい、なんか怒涛の、いや、わかんないわかんない、もう早い早い、後半。わあ、かっこいい。はい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 、わあ、これが今回のメンツ、かっこいいじゃん。おー、おしゃれなオープニングですこと。え、めっちゃイケメンなんだけど、この人。アイコンにいる人だよね。わー、おー、ときめきメモリアル、ガールズサイド、フォースハート。うわー始まった。え、なんかオープニングムービー見せられると思ってなかったから、すっごいびっくりしちゃった。嬉しい、なにこれ。嬉しいサプライズ。おー、なんだこれ。私のこと？おまけじゃなくて？へえ、ちょっととりあえずオプションをいじろうか、まずね。おお、同じ感じだ、画面は。あー、でも曲とかが違う。うわ基本的なゲームシステムはきっと同じだよね、ときメモシリーズの。パラメータもだいたい、え、パラメータの一番下になんか記者レベルっていう知らない能力あったわやべえ何それ、記者、主人公そんな記者とかになるあれなの。じゃあ早速初めからやるか。一応ダウンロードコンテンツもダウンロードしてある。よく見てないけど。多分全部ダウンロードしてあると思うんだよね。じゃあ初めから。やろう！うわぁ！いらっしゃい。表示する苗字と名前を入力してね。きっと今回の女友達の声なんだ。きっとね。じゃあ氏名入れてくか。あれ、苗字さ、シオがあったんだけどさ、シオって呼ばれてたもんね。なんか O と C しかなくなった。どうしよう、これじゃ CC になっちゃうよCC はちょっと違うよね。どうしようどうしよう、だって CC じゃさ、名字で呼んでる時とさ、名前呼びになった時でさ、聞こえ方が変わらないってことでしょ。ちょっとそれはさあれだよね、じゃけこうでもこん中から選ばないといけないんだよどうしようえ、どうしよう、 C が一番可愛かったのに名字でもうすでに今回 C って呼んでもらえるわ。え、こうK、こう、どうしよう。K、こう、C はちょっと同じじゃあれだもんね。でも、やー、やーってさ、沖縄みたいになるもんね、やっぱりね。やー、何してるわって。なるもんね。やーにしてみるえ、でも、だからでもさ、いや、まだ、その、この方のキャラクターにどんな子たちがいるかわかんないからあれなんだけど、その、下の名前をさん付け、その、下の名前呼び捨てじゃなくて、だから C の時で言うと C ちゃんとか C、C さんとかいろいろあるじゃん。そのさん付けだった場合、これがちょっと。うわ、でもしょうがない。だってこっち C でさ、こっち取られちゃってんのも、こっちが、ま、O っていうのもあったけど、お塩って入れるとね、お塩でしょ？お塩じゃけ、このお塩。ほら、O と C しかないんだよ。O。王さんって呼ばれるのもな。すごいなんか仮の名前みたいな。関係者王さんみたいな。じゃあ C とやーにするか。そう、てか名前自体もこれ悩んだんだけど、私ゲームとかするときの名前が大体その塩鮭っていう名前か、それもしくはサバ味噌っていう名前でやってるのね。そのどっちもお魚の料理みたいな。サバ味噌にしようと思ったんだけど、うまくこうフルネームに落とし込めないなと思って、塩鮭を継続で行こうかなと思ってさ、誕生日は同じでいいかな、3の時と適当に決めたんだけどさ。
誕生日12月の6でいいか、同じでやりやすいか、その方が。血液型もスリーの時と同じ A 型でやろうかな。お部屋どうしよう、お部屋どんなのがある？わー、かわいいね。シンプル、アンティーク、ポップ、あ、ポップもめっちゃかわいい色、和風、おー、姫系、あー、やっぱかわいい姫系。でも姫系がかわいい。これ部屋の種類は初期のパラメータがどれだけそれぞれのパラメータに最初割り振られてるかっていうのが決まるから、まあどれ選んでもそんなに取り返しのつかない全然要素ではないんだけど、3の時はね、姫系がバランスよく割り振られてたから、いや、まあやりやすかったんだけど、今回も姫系にしようかな。じゃあこれで、これで、これで全部決まった？うん、よろしいです。はい、じゃあ後で会いましょう。まったねー。あー、かわいい、友達の声だ。わあ、私も明日から高校1年生。名門、羽ばたき学園。あ、同じなんだ！羽ば学！うっそ！後輩じゃん。へぇ、何年後なんだろう ?3 から。でも、はじきそんなにさ、年離れてなかったっぽいよね。なんか、話しぶりからして。うわ！これで、高校生活で必要そうなもの、だいたい、揃ったかな。へぇ、ここで買い物したの？かわいいな、このお店。あ、はい、これ。このペンかわいい。風車の模様もすごく気に入っちゃった。あ、買えば？あ、買った。ありがとうございました。わー、ありがとうございます。ふふ、明日はこの新しいペンと一緒に高校へ入学しちゃおう。あ、これ玄関？え、玄関もなんか変わった。白い。うわー、なんかめっちゃ知らない家だ。これからめっちゃ自分の家になっていくんだ。ただいま。おー、お部屋だ。さっき、お母さんから、さっきお母さんから聞いた話、本当にびっくりした。なになに？そっか、帰ってきたんだ。りょうたくん。へー、誰？りょうたくん。イギリスへ行ってからもう9年経つんだ。え、幼馴染的な？久しぶりに彼の名前を聞いたらいろいろ思い出した。子供の頃のこと。りょうたくんがイギリスへ移住する少し前の日のこと。確か彼と二人であの場所で。りょうたくん。あ、りょうたくんとの思い出。うわぁ！かわいい！なんか絵本みたいに。あ、ほら、鐘の音。あ、また聞こえてきたよ。りょうたくん、ほんとだ。小さいけれど聞こえるよね。な、これが聞こえるのって通学路のこの辺だよな、いつも。うん、あ、そうかも。こっち、聞こえたのこっちだと思うんだ、俺。来て。りょうた、かわいい。りょうたくん、どこまで行くの？もうちょっと、この先、きっとあそこのやつだ。この鐘の音、前におじいちゃんと見たことあるし。へえ、かわいい。ああ、教会。ここ古い教会なんだ。今は使われてないんだって。ふーん。この中にはね、外国のステンドグラスとかアンティークとか宝物がたくさんあるんだ。へえ。入り口の扉開くかな。いや、開かないんじゃない。え、それあれだ、パラメータ足りてないと開かないよ。そんなことして大丈夫？あー、パラメータ足りてない。やっぱりダメか。あー、リョウタパラメータ足りてないよ。ねえ、リョウタくん、この窓から教会の中が少し見えるよ。え、わ、あのキラキラ光ってる絵。あれがステンドグラスって言うんだ。これあれじゃん。で、それのずーっと上の方、見て。ずっと上の方？あ、鐘。わー、大きな鐘。さっき鳴ってたのあの鐘かな。きっとそうだよ。また鳴ったら見に来ようぜ。これ絶対アイコンの人がりょうただろ。あなた、りょうたっていうのね。あの教会の鐘を見つけた日から、鐘が聞こえるたびにいつも寄り道をして、でも鳴っていなくて、それから、今日、図工で作ったりょうたくんの風車、先生のお手本より回ってたね。まあね。ほら、お前にあげるよ。ありがとう、サンチュ。え、いいの？いいよ。実はこれ、羽ばたき城の宝物庫にあった風車と、同じ作り方なんだ。へぇ。宝物庫の風車？かわいい。そう。お城の宝物らしい。へぇ。夕日みたいなオレンジ色で、願い事をしてからふーって吹くと何でも叶ったんだって。へえ、素敵ね。わあ、魔法みたいだね。
この風車もそれと作り方は一緒だからさ、俺たちの願い事叶うかもしれないぜ。え、マジで不老不死、ふぅ本当やってみよう。はい、願い事してりょうた可愛いな、って吹く。何この思い出、めっちゃ可愛いんだけど。え、俺たちがいつも元気で幸せで、それで結婚できますように。うん、絶対にできますように。おいどうしよう、願い事なんて急に浮かんでこないよ。不老不死、不老不死。あ、そうだ、りょうたくんの願い事が叶えますように。おおじゃあ吹くよ。せーの。おお、やばい。あ、おお、鐘が鳴った。すげえ、どういう基準で本当にこの業界のだったんだ。結婚式みたいだね。え、あ、まあ、うん、そうかもな。願い事何した？それは秘密、恥ずかしいから。そっか、じゃあ俺も秘密。うわ、それがいい。多分お前と同じだと思うよ。そう、りょうたも同じだったら、それあのソーナンス対ソーナンスみたいになるから決着つかないみたいな。カウンターカウンター、ミラーコートミラーコート。同じ願い事、りょうたくんの願い事が叶うってこと？やばい。絶対りょうたじゃん、あのアイコンの人。あ、目覚まし。お、夢。ふふ、久しぶりに彼の名前を聞いたから懐かしい思い出が蘇ったみたい。そっか、あのりょうたくんが帰ってきてるんだ。おお。さて、そろそろ起きて準備しなきゃ。おお。でもなんかこのちょっと違うメニュー画面、新鮮。いやー楽しみ。ね、やばい、スマホになってる、パソコンじゃなくて。まあそうだよね。ニュース、おお。ファッション大冒険いい名前の店だ。映画のスケジュールはここで見るのね。映画、イベントで、これが占い。ちゃんと占い結果を見ながらパラメータを上げよう。んーで、メッセージね、未読、アルバイト情報。アルバイト先とかもだいたいなんか傾向同じ感じなのかな。お花屋さんとかさ、おかすりさんどうとか。おー、じゃあ入学すっか。わー楽しみ、行ってきます。りょうたくん昨日うちに来てくれたんだよね。え、私は会えなかったけど。来てたんだ、会いたかった。雰囲気変わったかな。でもきっと物知りで活発なところはあの頃のままなんだろうな。かわいい。お、どんなおしゃれな通学路だこれ。小学生の時と同じ通学路。昨日の夢の中でも見た懐かしい道。なんだか不思議な気持ち。いい通学路だね。わ、太陽が眩しい。太陽圏だ。久々の再会なのにしかめっ面かよ。あ、あなたは？うわ、あ、もしかしてりょう、か、風間くん？かっこいい角度で出てきたね。りょうたくん、あなたが。なんか今悲しそうな顔しなかった？はあ、ああ、そうです、風間です。昔よく一緒に遊んだ気がしますが。風間ね、名字風間で名前りょうたね。風間りょうたくん。まあこういうのも含めてお前だもんな。期待しすぎちゃった俺が悪い。ん？え、てか動いてる、なんかほら見て、呼吸してる。あの、わかる、その立ち絵がさ、こう動いてんの、ちょっと息してる、生きてる。すごい。改めて9年ぶりだな。変わらず元気そうでよかった。 ありがとう。そっちも9年ってさ、子供のこの年齢の9年ぶりってさ、マジ久しぶりだよね。本当に久しぶり。風間くんすごく大人っぽくなったね。夢で見た小学生の頃とは全然違うよ。お前、俺の夢なんか見てんの？うん、見た。そう、今朝ちょうど。不思議だよね。別に。あ、動いてる。特別不思議なことでもないんじゃ。あ、すごい、動いてる。ところで、その制服姿ってことはもしかして羽ばたき学園に通うの？そう。予想以上の展開で俺もびっくりだよ。昨日おばさんに言っておいたけど、聞いてない？あ、ごめん、私も風間くんが帰ってきたことにびっくりしてちゃんと聞いてなかったかも。また同じ学校に通うだなんて、まるで小学校に戻ったみたいだね。なんか可愛い。はあ、そろそろ行こうぜ。ちょっと感動の再会が長引きすぎた。おー、
ちょっとまた後でゆっくり話そうね。あ、ほんとだ、行こう。はっ、小1の時もさ、この坂道登って2人で学校行ってたよな。わー、すげえ歩いてるよ、もう並んで。うん、あ、そうだ。なんだよ。お帰りなさい。あ、ただいま。かわいい。昨日はごめんね、せっかくうちに来てくれたのに私留守にしちゃってて。いいよ、帰国便も遅れてたし、俺もいきなり訪ねたから。え、本当に昨日帰ってきたばっかりなの？そう、俺だけ先にな。イギリスって9月が新学期だから、このタイミングって手続きが多くてさ。めっちゃ大変だね、帰ってきてすぐ次の日入学。そうだったんだ。4月からこっちの高校に通うのもうダメかと思ったけど、なんとかギリギリで間に合った。ああ、滑り込みセーフ。よかったね。で、父さんたちはまだあっちで仕事してる。こっちの骨董屋にはおじいちゃんがいるし、俺はしばらく一人で自宅の方に住むことにした。へえ、大変そうだけど、あの大きな家に一人で暮らすの？じゃあもし困ったことがあったら。それより、お前覚えてる？あの時のこと。あ、あの時。あ、もう出た、なんか選択肢。へえ、早くね。これでなんか変わんのかな？もう最初に好感度たまる？でもじゃあ、風車のやつにしようかな。風車。風車にした二人のお願い事のこと？それ。見るからにお前元気そうだし、願い事は問題なく叶いそうだな。ちょ、何この人、かわいい。りょうたかわいいな。うわー、幅がくじゃん。ほら、あの人、風間りょうたくんだよ。噂されてるよ。あの噂って本当だったんだ。同じクラスになったらどうしよう。どうするってん。びっくりびっくりビンビン、なんだかとっても素敵ね。いいでしょ、いいよね。やばいよね。うちのおじいちゃんなんて若様って呼んでたもん。え、超お坊ちゃんなんだよ。え、そうなんだ。ねえ、風間くんのことを噂してるように聞こえるけど。聞こえません。っていうか聞くな、あんなの。おう、若様とか気になるよ。へえ、やば、有名人なんだね。若様とか気になるよとか考えるのやめろよな。やばい、心やめる。やばいぞ、こいつ心やめる。9年ぶりで心やめるのすごいだろ、マジで。え、絶対チャケコのことさ、めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好きのテンションすぎない？ずっと可愛いんだけど。9年熟成されてるよ、この好きな気持ちが。読まれた。やべえ。やべえぞ、隠し事できねえ。顔に出すぎ。かっこいい。校長先生、ありがとうございました。続きまして、教頭先生、よろしくお願いいたします。教頭先生、理事長は？これめっちゃ同じじゃん、幅学だ。すげえ。いや、なんか感動的。お、教頭の氷室です。校長先生の入学許可宣言を受け、諸君は晴れて羽ばたき学園の新入生となった。氷室っちじゃね？え、同じ氷室っちかな。ここに運命的に集った仲間と切磋琢磨し、互いに高め合い、3年後この学園から強く羽ばたくための翼を鍛えなさい。我々教職員も諸君を教え導くことに誇りを持ち、精一杯努力する所存だ。あ、かっこいい。え、ヒムロッチかな、あのヒムロッチ、別のヒムロッチかな。ちょっとちっちゃくてよく見えないけど、氷室先生か。厳しそうだけどすごく頼りになる先生みたい。別個体かな、いっぱいいるのかな。教頭先生、ありがとうございました。続きまして、当学園の理事長よりご挨拶をいただきます。あ、理事長、同じかな。理事長は、え、理事長はよ。え、風間、風間、理事長消したのか、理事長。あ、理事長とりあえず出てこなかった今よ。クラスまで一緒とか、かっこいい。もうなんかさ。もうなんかさ、なんだよ。わ、めっちゃテンション上がってる、風間。めっちゃ嬉しいんだろうな。好きな女の子とさ、同じ高校でクラスまで一緒で。ね、本当にびっくりだね。だーな。ま、席が隣じゃなくてよかった。なんで？そこまで揃うと、ちょっとね。ちょっ
当なんだよ。わっ、え、何あの人。何あの人って言われてますけど。電気工事の人じゃね。うーん。え、電気工事の人ですか。笑ったぞ。出たよ、クランブモン扱い。じゃあ電気工事するときにその髪の毛垂れてるの危ないかったりしないのかな。笑顔が可愛い。あ、笑顔が可愛いってクランブモン。なんだお前たち、もう忘れたのかよ。式で職員紹介あっただろ。あ、先生、まさか私たちのクラスの。あ、書いてる、なんか黒板に。おお。俺の名前は三影小次郎。三影小次郎。このクラスの担任だ。あ、担任の先生。牛の絵は何ですか。可愛いですね。嘘嘘。マジかよ。やべえの来た。え、そんなにやべえかな。まあ、たまたま服装がこのラフな服装っていうだけで。いい反応で嬉しいね。あ、なんか入ってきた。うわ。静粛に。一体何事。いや、あのヒムロッチだよね、多分。なに、なんかこうやってさ、先生のさ、こう自己紹介してるときに静かにって入ってくるヒムロッチってもう恒例みたいな感じなのかな。ヒムロッチ、その眉間にしわ寄った顔、かわいい。あれは教頭先生、確かヒムロ先生だったよね。三影先生、直ちに職員室へ。呼び出されてる。これからホームルームを。直ちに。はい。ヒムロッチ強え。生徒諸君はそのまま自席で待機。あ、はい。湧いちゃった。名前を書き残して。三影小次郎。ヒムロ先生、耳と髪が抜ける。ヒムロッチ耳引っ張りがちなんだね。教師にもやるんだそれ。あ、いや、しょっぱながらカッコ悪いとこ見せちまったな。あ、着替えてきた。なんとか生還したけどさ、無理やり着替えさせられた。わがままファッション、ヒムロッチモード。先生かっこいいよ。そりゃ分かってんの。でもさっきの方が楽なんだよ。そりゃそうだろうな。ま、今日はお色直しありの特別版だ。それでどこまで話した。まだ名前しか聞いてないっすよ。そうだそうだ。待て、しもう大きな声出すなって。怒られっかね。じゃあ改めて自己紹介な。お、俺は三影小次郎、5月25日生まれ。お、明るくてノリのいい大型だ。自己紹介で誕生日を教えてくれる先生初めてかも。もうこんな時間だな。最後にどうしても聞きたいことあるやついるか。先生の担当教科は何ですか。あ、気になる。そりゃ必要情報だったな。教科は生物、うん、園芸部と陸上部の顧問もやってる。大変。陸上は完全なお飾りだけどな。園芸部と陸上部ね。そんじゃあ最後、窓際のニコニコしている女子。お、窓際のニコニコって私ですか。そ、ほら、なんか面白い質問で締めてくれ。おそんな無茶ぶり。あ、黒板に書かれている牛は、あ、それの、この子はモーリーちゃんだ。モーリーちゃん、実家で飼ってるホルサイン。へえ、実家で飼ってる。すげえ、ペットが牛っすか。先生んちって牧場とか。終わり、最後って言ったろ。そんなホイホイ教えてたら1年間持たねえよ。小出しにしてくれるんだ。面白い。気さくな先生でよかったね。もっと聞きたい。ホルスタイン飼ってる先生ってマジやべえの来た。三影先生か、ちょっと変わってるけど面白そうな先生だな。うん、楽しい1年になれそう、よかったね。おー、パラメータの、あー、これはなんか同じ感じだね。じゃあまあ、まずは、まあ、女友達ともまだ出会ってないということで、こう、占い結果を見ながらやるか。見つけた。あ、ほら、光る。女友達はきっと。てかさ、この背景とかもさ、めっちゃ同じ感じですごい嬉しい。あ、昨日、風間くんと一緒にいた子。あ、ん？キャー！かわいい！あなた、
羽ばたき学園の中等部にはいなかったよね。はい。ああ、ね、私羽ばたき学園じゃん。羽ばたき学園の中等部じゃなかったけど。みちるお姉ちゃん。お姉ちゃん。いたらひかるたちとっくに気づいてるって。しない。わかってる。あれあなたたちどこかで。花椿ツインズ。花椿。マリー。花椿。マリー。ひかる。ダメ。自己紹介する前にニックネームで呼んじゃあ、バンビ的な3で言う。あ、みちりひかるって双子モデルの花椿ツインズ。すげえ、モデルさんなの。あたり、花椿ひかるだよ。あ、かわいい。私は花椿みちる。ひかるみちるね。これからよろしくね、マリー。よろしく、マリー。もう決定なんだ。え、あのマリーって私のこと。そう、可憐で幸せに満ち溢れる女の子、うん、まるで愛らしい花のよう。うわー、もう初対面なのにめっちゃ褒めてくれるじゃん。少しだけど、ヒカルたちと同じ匂いがするんだよね。モデルさんの二人と。すごい、そんなことは。まだ目覚めてないだけ。でもね、ちゃんとつぼみは色づいてるね、お姉ちゃん。変に思わないで。私たち花椿一族にはちょっと変わった力があるの。へえ、そうなんだ。だから私たちには見える、高校生活でマリーを彩ってくれるたくさんの花たちが。へえ。うんうん、恋愛したらヒカルに何でも聞いてね。うん、そうする。おしゃれが気になるなら私に聞いてね。おお、うん、ありがとう、みちるさん、ヒカルさん。あー、この二人がお友達になってくれるのね。ヒカルでいいよ、マリー。かわいい。私もみちるでいいよ。いいよ、だってかわいい。じゃあまたね、マリー。うん、またね。いい友達できた。あの世界的ファッションデザイナー花椿五郎の親族の人気モデル花椿中心。ちょっとすみません、花椿ツインズが同じ学校にいたなんてすごいね。みちるさんはファッション、ヒカルさんは恋愛の相談か。ところでマリーってなんだろう。あー、かわいい。勉強できた、あのポーズかわいい。あ、そろそろ予定が鳴っちゃう。教室に戻らなきゃ。いで。わあ、ごめんなさい。誰誰。あ、ロッチ。急な方向転換は危険だ。あ、ごめんなさい。日村先生、すみません。怪我をしてから、させてからでは遅い。はい。以後、気をつけなさい。はい。すみませんでした。あと氷室先生の後ろの方にいる女の子かわいい。あ、氷室先生のネクタイにチョークの粉が。落としてあげよう。おおいえ、お急に間合いが詰まった。氷室っちとの間合いが。な、何を。あの、ネクタイにチョークの汚れがついていたので。いきなり。そうか、大変失礼。新手のスキンシップかと勘違いした。何言ってんすか。え、スキンシップ。あ、もしかして。なぜ驚く。私はここで長年教師をしている、はあ、君のような元気な生徒から幾度も、うん、え、あれだな、3ではヒムロッチとそういう機会なんてなかったわけだから、もしかしてずっといる。ヒムロッチ、え、同一個体だよね多分ね。別個体じゃないよね。え、ずっといるのか、もしかしてこの人。すげえ。え、もしかしてこの今回のチュートリアルは、あの3でいう大迫先生がやってくれたやつ、もしかしてヒムロッチが担ってますか、スキンシップレッスン。そうなんですね。でも私にはスキンシップは難しいです。うん、よろしい。私でよければ練習台になろう。ちょ、踊り場ね。踊り場ですか。もうスキンシップの基本は変わらないだろうけど、でもまあ受けよう、ぜひお願いします。では始める。スキンシップの基本を頭に叩き込みなさい。すごい文章だ。自由な校風なんだきっと。スキンシップエリアは大きく分けて、頭、目元、口元、体、腕の5つ。頭、目元、口元、体、腕ね。うんうん。エリアによって伝わる思いが違う。なんとなくわかるだろう。はい。ここまでが基本だ。うん。理解はできたか。お、
これ本当に言ってくれるのかな。もう一度お願いします。わかったではもう一度説明するすいません。スキンシップエリアは大きく分けて頭、目元、口元、体、腕の5つ。めっちゃ丁寧にもう一度言ってくれた。ごめんごめん。あ、はい、理解できました。よろしい。次はスキンシップのアクションについて具体的に説明するまずはタッチ、うん、相手に軽く触れてすぐ離す、軽く視線を送る、そんな意味合いだ。そう、かなりこれね大事な情報だよね、攻略する上で。ありがとうヒムロッチ。これがスキンシップだ。ありがとう、すごい丁寧に教えてくれるヒムロッチ、さすが。ありがとうございます。以上。はい、理解したか。あはい、理解しました。よろしい、うん、ありがとうございました。すいません、お忙しいところありがとう。要は駆け引きを楽しむ余裕が持てるかどうかだ入学直後に教頭先生から直々に。すごくね教頭先生だよでは実践だ。こんなに的は大きい方がいいだろう。こんなに教頭先生とさ喋る機会そうそうないよね、普通に学生生活で。めっちゃ貴重な機会。実践。相手の口元に触れたくなる、そんなことがあるかもしれない。どうする？え、さあ来たまえ。おおお、じゃあはい。そうだ。お、笑った。軽くスライド、それが正解だありがとうございます。エクセレントだエクセレントだ、だって褒めてくれた。口元に大胆な行動、それが何を意味するかはお互いの関係次第だ。そうですね。いつでもよろしい。え、いいっすか、長押ししちゃってすいません。それでいい、十分だ親指で長押ししたんかなめっちゃ力ガーって入れて。エクセレントだエクセレントとのことです。相手の体を見る、まずは視線を送ることからだ。はい、さあ来たまえ。お、じゃあちょん。うん、いいだろう。 ありがとうございます。エクセレントだグッドポイント、理解が早いなえ、なんかヒムロッチめっちゃ褒めてくれる、優しい。では今日のレッスンはここまで。 ありがとうございました、参考になりました。はいありがとうございました。はい、うん、若者らしい健全なスキンシップで、はい、信仰を深めることも大切だ。 ありがとう。では。あ、では、ありがとうございます。わー、もう景色同じで嬉しいよ。今日はいいお天気だな。よし、お散歩して帰ろうっと。おお、たくさん歩いたし、そろそろ帰ろうかな。おい、あれ、花椿五郎じゃないか。え、五郎、花椿の本体だ。え、見られるの？本当だ、世界のファッションリーダー五郎先生だわ。え、嘘嘘、え、花椿五郎、そんな有名な人が来てるの？見つけたちょっとそこのあなた。え、私ですか？え、ゴロ？わあ！ええ、そう、あなた。ちょっとこっちへいらっしゃい。話しかけられた。あ、はい。それで目を閉じてもらえるかしら。あれ、あのさ、スリーのさ、あの流行のファッションとかのさ配信してたさ、あのうちの一人じゃない、なんかゴロってなんかこんな髪型だった気がする、あのちっちゃい絵だったけど。え、あ、はい、目を閉じて、あの目を閉じてって言ったでしょ。やばめっちゃ怒られちゃった。は、はい。あ、うん、そう、ほう、あら、このヘアピンは、ふんふん、うん、もういいわ。あ、はい、あの世界的ファッションデザイナーの花椿五郎先生ですよね。どうも。でもね、今ここにいるのはハバチャの特別アドバイザー花椿五郎よ。ハバチャってあれだ、なんかあのね、記者のうんぬんって書いてあったやつだ。ハバチャってハバタキ氏の総合情報誌、ハバタキウォッチャーの。そう、そして今日からあなたはハバチャの新人編集部員。忙しくなるわよ。この羽ばたき市にいるダイヤの原石たちを見つけ出すの。大変、すごい係に任命されちゃった。ダイヤの原石。そう、
輝く才能を内に秘めた子たち。ダイヤの原石がザックザク、ザックザックザックザク。あなたがその原石を今を輝く素敵な人に磨き上げちゃって。へえ、何それ素敵。そんなこと私に。心配はノンノン、あなたならできる。あ、動く手が。単なるバイトと思っていいわ。なるほど。だからこうさ、立ち絵が動くのすごい。気が向いた時に羽ばたき師を歩いて、素敵な記事を書いてちょうだい。あ、わかった。なんか楽しそう。それじゃあ頑張って。はい、アデュー。アデュー。わー、びっくりしたけど。行っちゃった。私が羽ばちゃんの編集部員に一体どうすればいいんだろう。あ、確かに。なんか詳細教えてくれなかった。なんか記者レベルってやつ。さて、今日は何をしようかな。勉強しようか、部活に入ろうか。それとも羽ばちゃん用に取材をしてみようかな。ほら、この左側の絵にめっちゃ覚えあるもん。五郎先生ってやっぱりあの人だったんだ。おー、すげえ、繋がった。おー、すげえ。これが流行を教えてくれるんだ。ジャケット、レート、キャップ。おー、なるほど。花屋のバイトさ、3の時さ、学力と気配りが50ずつでさ、解禁されてたような気がするんだけど、違うんだ。やっぱその辺は、そのまんまじゃないってことね。あー、やっぱこうアップデートしていかないとね、頭の中も。あ、風間。あれ、風間くんおはよう。もしかして待っててくれたの？待つも何も通り道だろ。なんか可愛いな、風間。あ、そっか、本当に小学生の時に戻ったみたいだね。そうだな。お前見てるとブランク全く感じない。まあ、成長してないとも言う。だとこの野郎。風間くん、だいぶ変わったね。そうか。背がだいぶ伸びたよね。あ、うん。当たり前だっつうの。何年前の俺と比べてんだよ。ねえ、めっちゃ舞い上がってるっしょ、久々の再会に。ういやつよの。かわいいやつめ。はいはい、いいんですよ。今日もお前は平常運転ってことで行こうぜ。すげえ嬉しいんだろうな。部屋の中でバタバタしてるだろ、風間。ベッドの上転がり待ってると、よっしゃー。同じクラスだ。朝一緒に行くぜ。もうどういうこと。おー、また一緒に。順調に行きそうだな、風車の願い事。おお。手応え感じてる。風間くんがそう思うなら間違いないかもね。ん、風間くんの願い事は私のお願い事でもあるから。おお前は間違いなく元気だし、俺は時差ボケも解消したし、 あとは。あ、キャッ、こんなところに水たまりが。鮮やかなドジっ子っぷり。いい、面白すぎる。, 笑われた。もう、ほら、手貸して。いつまでもそこ突っ立ってたら靴に水が染みちゃうぞ。かっこいい。私的には一番なんかこういう時に嬉しい対応すぎてツボなんだけど、今のなんか、大丈夫とかってよりもなんか一回笑って、何やってんのやばって言った後に、はいはいはいって言って助けてくれるのめっちゃ好き。風間。あ、うん、ありがとう。あ、いっそ靴脱いじゃって下駄箱まで背負ってやろうか。はい、おんぶ、遠慮なく。いいんすか、私も乗せて。3メートルあるけど。あ、それか、私が風間ごとジャケットごとおんぶしてあげるよ。ブレーメンの音楽隊みたいな。ちょっと風間くん大丈夫だからね、みんなが見てるよ。ねえ、あれ風間くんだよね。あ、何してるのかな。あ、噂された。一緒にいるあの子誰。知らない、でも仲良さそう。ゲゲゲ。別に見られても俺はちっとも困らない。私は困ります。顔かわいい。え、運動かわいい。フラフラしてる。かわいい。なんかこれもさ、3でアラスさんがこう柔道部を作ったからこそ今もあるんだろうね、きっとね。買い方は同じ感じかな。で、スタンプも貯まるのかな。あ、同じだわ。嬉しい。あ、これなんか見覚えのある服もあるもん。わー、嬉しいね。
今日のマリーのファッションは、うん、流行を抑えればバッチリだよ。ありがとう。流行を抑える？そう、私たち姉妹のコラムに今流行りのアイテムが書いてあるからチェックしてみて。あ、分かった、ありがとう。あ、なんか知らない服も入ってる。最初から何個か持ってるアイテムがある。来週の日曜は課外授業だ。え、何それ。休みの日に俺の顔見たいっていう既得なやつは参加するように。あ、へー、2で、出といた方がいいかな。じゃあ、はい、よし、参加しよう。ほう、お前ら結構真面目じゃん。結構みんな出る。感心感心。あ、いいね、いいね。じゃあ参加するやつは日曜な。はい。マリー、今帰り？うん、一緒に、よかったら一緒に帰らない？今日は予定があるの。あ、ごめんね。やだ。お、課外授業、ね、じゃあ行ってみようか。楽しい。どんなことするんだろう。お、もうみんな集まってるのに先生どうしたのかな。先生遅いの？あ、走ってきた。あ、間に合った。遅いですよ。先生、間に合ってはいませんよ。すみませんでした。勢いで乗り切る作戦失敗か。お茶目。それじゃあ始めるぞ。え、スキンシップ？お、なんだ。え、アリ、それ。え、先生でしょ。じゃあちょっとよろしくお願いします。今日はスーツで決めてんだ。ああ、ね、かっこいいっすね。見学したい場所に挙手してくれ。へえ、じゃあ天使閣行きたいです。わかった。天使閣組は俺が引率するからついてくるように。はい。おお、気合入ってるな。行くぞ。うん、またスキンシップ出た。なんだ。え、じゃあ頭長押ししていいですか。はい、調子に乗りすぎ。すいません。お、おい、それ以上乗り出すなよ。危ねえだろ。あ、そうだよ、監督責任があるからね。高いところ、え、なんかめっちゃデートみたいな選択肢出た。すげえ、先生もこんな高いところ苦手なんですか。手すりも床もきしんでますね。手つなげますか。もうダメだろ。手すりも、どれ、高いところ苦手なんですか。これっぽいな。でもこれ言ってみたい、なんか。これ言っちゃおう。木造建築がきしむのは当然だよな。印象悪くしちゃったかな。え、なんかめっちゃデートの感じじゃない。え、なにこれ、すげえ。課外授業、今日の課外授業とても勉強になりました。本当か。なんかの足しになったならいいけどよ。あ、はい、楽しかったっす。よし、みんないるな。これで課外授業は終わり。はあ、気をつけて帰れよ。はい。すげえ、なにこれ、課外授業初めてのシステム。電話ありがとう、マリー。ヒカルだよ。かわいい。ちょっと相談があるんだけど、いい？なになに？あの、恋愛のことならヒカルさんに聞いてもいいって言ってたよね。かわちい。やーしゅーる。マリー、恋しちゃったの？何でも聞いて。かわいい、かわいいし心強い。オフコースときたもんだ。あのね、じゃあまず情報、これ大事だからね。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど。うんうん、誰のことを知りたいの？ちょっとあの、まだ今風間しか男の子出てないんだけど、こうやって女友達に電話して誕生日を知らないとお祝いできないからね。どう思われてるかは知ることができますよね。ハート部分が好感度、親密度、あ、親密度が別のバーにあったんだ。ハートの内側にあるんじゃなくてね。オッケーオッケー。先生の好感度って目に見えてんだ。へえ、まあ女友達も目に見えてるしな。かわいい、かわいい。あー、眠い。日直なのは分かってたんだから早く寝ればよかった。おーい、あ、先生。うん、先生でしょ。おはよう、気持ちいい朝だな。おはよう。おー、とんでもな。マリオカートの人いる。眠そうに歩いてんのよ。やべえだろ。え、だってどこにも接着してない。タイヤが浮いてたよ今。んじゃあお先、急げよ日直。マリオカートの人いた。はい。あと、あのヘルメット牛柄だった。かわいい。やば。担任やべえ。
魅力のやつ失敗したときめっちゃ可愛い。あ、ゴールデンウィークになってしまった。そうこうしているうちに。まあまだデートとかはしてないけど、まあまあまあ1年目はね、パラ上げ大事だからね。じゃあちょっとね、追加キャラクターがパラメーター上げると出てくる感じだとしたら、ちょっと運動とかそろそろ出そうじゃない？ちょっと運動してみるか。どうかな？運動キャラとか出てきそうじゃない？そろそろ。ほら？なんかそんな感じない？体を動かすのって気持ちいいな。俺もそう思う。やばい、脳内に直接同意見が降ってきた。え？あ、あ、君、最近よくここで運動してるだろ？オープニングで。体、動かすの好きなのかなって見てた。はーい、かっこいいかっこいいかっこいい。かっこいい。なんかめっちゃ爽やかな人出てきた。ああ、ずっと見てたとかじゃないよ。うん。見かけたってだけ。うん、全然いいっす、大丈夫ですよ、全然。俺、サッサ望む。かっこよ。陸上部だよ。君は？サッサ望む。かっこよ。陸上部ね。おしゃ、じゃけこ。そっか。俺、部活前とか休み時間とか、暇さえあれば走ってるからさ。すげえ。同じ運動好きとして、よろしく。わあ、部活前とか休み時間とか暇さえあれば走ってる？すごいね。私じゃ考えられないよ。暇さえあれば寝てるよ。よろしく。そうなんだ。君も一緒に走る？いいの。週刊くらいになっちゃいそう。陸上の選手と一緒なんて無理だよ。大丈夫。軽くね。体を動かす基本はランニング。かっこいい。うん、よし、決まり。さっさかっけえ。わー、友達できた。まずは強めのウォーキングから。何それ何それ。背筋は伸ばして。すごいよ。すごいすごいすごい。動くぞ。動くぞこの人たち。うん、こうかな。いいじゃん、かっこよくなった。なんかで、目線はちょっと遠く。かっこよくなった。だって、なんかすごいさ、こんな人にさ、スポーツ教えてもらったらスポーツ楽しめる気がする、自分も。さっさくんかっこいい。うんうん、いいじゃん、フォームが綺麗だよ。褒めんのうまいね。ほんと？うん、ほんと。陸上部にスカウトしたいくらい。あー、陸上部入ったら一緒に部活できるんだね、きっと。さっさと。あー、かっこいい。楽しかった。うん、少し疲れた。はあ、ちょっと疲れたけど楽しかった。さっさくありがとう。俺の方こそ、付き合わせちゃってごめん。うん、とんでもない、ありがとうね。でも君いいセンスしてる。うん、俺運動に関してだけは見る目あるから、信じていいよ。嬉しい。めっちゃいい人。それと一緒に走るとその人のことをちょっとわかる。本当、君はいい人だよ。なあな。早速台無しにする。また気が向いたら付き合って。うん、じゃあ。ありがとう。また一緒に走りたい。かっこいい登場。さっさくんかっこいいな。さっさくんか、爽やかな人だな。一緒に走るの楽しかった。このメッセージウィンドウ黄色いからさ、なんかさっさって似合うね。さっさって言葉似合う。りょうた、いるか。あ、りょうた探しに来た。これさっさくんの声かな。あ、さっさくんだ。あ、どうしたの。りょうた探してる。うん、し、君、りょうたと同じクラスなんだ。あ、しかもさ、さん付けとかじゃなくてさ、名字呼び捨てなんだ、さっさくん。かっこいい。ひゃっほー。うん、さっさくんこそ風間くんと知り合いなの。ああ、知り合いっていうか。何？幼馴染。そうなの。何それ。そうなの。そうだよ。俺はあんまり記憶ないけど。ないの。あんまり記憶ないの。俺たち3人は腐れ縁の幼馴染だ。はあ、3人。どういうこと。なんだよお前たち、ほんと何にも覚えてないのな。うん、俺たち3人同じ幼稚園に行ってただろ。そうなんだ。へえ。りょうたと一緒だったのは親にも聞いたし、りょうたからも聞いたよ。でも君も。そうらしいよ。二人とも私と幼馴染なんだ。なんかすごいね。へえ。君みたいな子いたかな。全然覚えてないけど。でも幼稚園ってさ、確かに覚えてないんじゃない。さっさは俺のこともろくに覚えてなかっただろう。こいつのことだけ覚えていられても困るんだよ。
確かに。なんでリョータが困るんだよ。別にいいだろ。かわいい。うえ、風間、うえ。でさ、君も俺のことを覚えてないんだよね。あ、うん、めっちゃ初対面だと思った。うん、幼稚園のことはほとんど覚えてないかな。でもサッサ君って名字珍しいから、それで覚えてそう。覚えてるんだったら。それが普通だよな。うん、誰かさんが変わってるってだけで。うるせえよ。っていうかさっさ、何の用だよ。何が？俺を探しに来たんだろ。あ、そうだ、呼びに来たじゃん。もうそれどころじゃないよ。あ、やべ、次教室移動だ。じゃな、幼馴染たち。幼馴染たち。さっさ好きだわ、風間も好きだわ。さっさくんじゃね、早く行け。なんか騒がしくなりそうだな。うん、楽しくなりそう。風間、うい。